はい、桜大戦君あるがためゲーム実況やっていきましょう。今回からいよいよパリ編ですね。いやー楽しみだねこの間ちょっとお休みいただいたっていう話をコミュニティでしたんですけども、本当に武道館ライブよかったね。あれ改めて見るとね、ケセラセラパリとかも見たんだけどもね、改めてああいうの見るとエリカたちに会いたいなーっていう気持ちがねまた強くなってくるよね。君あるがためは、まあ作品知らない人もいると思うんで改めてお話しすると、帝都パリニューヨークのこの3つの歌劇団が出てくる最後の作品なんだよね。だからここから先の物語っていうのはゲームの中では描かれていないので、エリカたちがどうしてるかなーっていうのをちょっとここは見ていく最後のチャンスだからね。まあそのね、ちょっと時を遡って、ずっと前に出たこの作品をね、ちょっと一緒に皆さんとやっていきたいと思いますので、一緒に楽しんでいただければと思います。はい、それでは、ゲームやっていきましょう。スタート。エイハブの墜落で、俺たちはチリジリになってしまった。そしてついにパリにジャンヌの魔の手が。次回ルーブルの秘宝愛の御旗のもとに、みんな無事でいてくれ。いやいいなやっぱ桜大戦は次回予告だね。この桜大戦1、96年に出た作品っていうのがね、子供の時に初めて手に取ったのが3なんだけれども、こういうね連続ドラマみたいにテレビアニメの形式で演出してるっていうのがすごく当時は斬新だったんじゃないかな。さて、画面に出てる通りシャンゼリゼの地下水道からということになっています。次回予告でもあったようにね、エイハブが、大神さんたちが乗ってるエイハブがね墜落をしてしまうという状況になったんだよね。でここからパリのストーリーになっていくんだけど、帝都編とニューヨーク編と違うのは隊長不在なんだよね。帝都には大神がいて、ニューヨークには進次郎がいてっていう状況なんだけれども、エリカたちがどうしてるのかなっていうところだよね。いやー本当に会うのが楽しみです最初はエリカだろうね。あと誰が最初に仲間になってくれるかな。コクリコとかかな、お目付け役かなよし、じゃあやっていきましょうか。ゲームを再開します。お、誰だ。次回予告でもこいつ映ってたけどね。エメラルドヒブン、こんなところにあったとは。ああ、ジャンヌが探していた賢者の石の作り方が書いてる石だってことやね。かつてジャンヌを死の淵より救うため霊薬を錬成した。しかしもはや霊薬の力では足りない。より強い力を、完全なる不死の力、神の力、賢者の石の完成は近い。恐ろしいね。さて解読に入ろう。いや、その前に、なんだなんだなんだ。ルーブルの秘宝。いやいいな、やっぱこのねアイキャッチというかタイトルの音楽聴くとね、3を初めて手に取った時を思い出すね。さあ、キャー、どうしよう、大神さんが。お、これはもしかして大神さんがパリに着地した流れかな。うん、ここはどこだ。大神さん、大神さん、しっかりしてください。よいしょっと、よいしょっと。あ、なんだか頭の後ろに柔らかいものが。エリカ君、エリカ君、ちょっとダメだこれ泣いちゃうね、これ。すぐにこうね、倒れてる人の頭を高くしなきゃって、すっとねこういうことができるのがエリカらしいよね。大神さん、せっかくまた会えたのに、
死んじゃ嫌です。目を覚ましてください。神様、大神さんに奇跡の力を。あ、大神さん、いやいい大神さん、目が覚めましたか？よかった。おはようございます、大神さん。踊るかなおはようダンス踊ってくれるかな。それはないかな。もう少しこのままでははい、いいですけど。って大神さん、エッチなこと考えてますねバレたか、簡単にバレたか。いち違うよ、ちょっとまだ頭が痛くて痛っただ大丈夫ですか？疑っちゃってごめんなさい。いや、正しいよまあそれどころじゃないもんな、現実ヘイハブから落ちてきたばっかりだもんな。お詫びにどうぞゆっくりしていってください。ゆっくりしたりしていくのか宿みたいな感じで言うんだな、自分の膝の上を。そう言われてもな2人だけかな。でも本当に良かったです、大神さんがご無事で。大神さんがなんかこの地下道みたいなわけのわかんないとこに落ちるのはわかるけど、エリカなんでこんなとこにいんの？大神さんが乗った飛行船が墜落したと聞いて、私、向かってきてくれたのか。いても立ってもいられなくて飛び出してきちゃいました。いやー、いいね。なんかエリカの人柄を表すな、このたった2行3行のセリフでもね。であっちこっち道に迷って気づいたらこんなところに。まあそうだよね、迷宮化してるんだろうね、パリもね。エリカ君、ありがとう。俺はもう大丈夫だ。そうだ、みんなは？他のみんなは無事なのか？それはシャノワールに戻ってみないとわかりません。あ、どうしたんだエリカ君？帰り道がわかりません。エリカ、これすっとぼけキャラ的な感じで捉えられそうだけどさ、でも迷宮化してんでしょ？わかんねえよな、当然だよな。そうか、とりあえず進んでみようか。はい。まあ頼もしいよね、マシンガン振り回してくれ。ああ、例のやつですね進次郎の時と同じですね、アイテムの引き継ぎですね。大神さん、この部屋アイテムが落ちてますよ。これはエイハブに積んであったアイテムのようだな、墜落した時に散らばったのか。よし、回収していこう。これも神様のおかげですね、大神さんも神様にお礼を。主よ、アイテムの恵みをありがとうございます。ゲームっぽいんだよな、発言がなはあ、ありがとうございますよし、じゃあアイテム回収していこうか。まあ機関の風刺があるのがちょっとありがたいよな、なんかあったらとりあえず逃げることができるもんね。で、エリカにも石を預けておいて、よし、じゃあここから、スタートですね。エリカとの旅が始まります。進む。あー、いいね、音楽がねやっぱりこのパリ歌劇団デビューね、この曲の名前パリ歌劇団デビューっていうんだけどね。いやー、最後に聞いたのがさ、あれなんだよね、去年の田中康平先生のコンサートね、オーケストラコンサートで、オーケストラで聴けてね、あれ感動したわいやー、何度も言うけど3をね初めてやった桜大戦なので、桜大戦3が一番最初の桜大戦なので。祈りなさい。あ、エリカやっぱなんかそういう乱射的な攻撃するなら、ちょっと話しかけよう。エリカくん。はいはい。あー、これよ、これこれこれスタッフさんわかってるなまあ必殺技とかは後でだな。霊体特攻とかもあんだね、霊体系の魔物に対してダメージを大きく与えられるってやつですよね。お、ここいいね、ちゃんとフランスの国旗のカラーになってるよ、トリコロールカラーだね。お、あ、そうか、エリカ転ぶとかあるのか。なるほどね、アイテムを落とすね、気をつけないといけないね。まあ気をつけようないんだけどな出た出た出た、このドリルのあるタイプの敵な、こいつ壁掘ってくんだよな。あ、またやっちゃいました。なんだろう、エリカなんかやってるんだろうな、外してんのかな攻撃を。ブランシェ、あ、ブランシェはあれだね、
あの3でも出てきた雑魚敵だね。うわ、ちょっと攻撃力強いな。やっぱ大神さんも結構ダメージ受けちゃったもんね。あ、これさっきの蒸気ドリルが掘った穴だな。アイテム、そうか、エリカが落としてるかな。いや、俺が落としたのか。ブランシェの攻撃の時に落としたんだな。だからダメージがいっぱいあるのか。はあ、なるほどね。ダンジョンどうせもう慣れてるからそんな喋ることないだろうって思ったけど、あ、エリカ転ぶね。エリカに帰還の風刺預けてるけど大丈夫かな。あ、出た、ブランシェ。えいや、あー、そっか、大神さんにも当たってんのか。なるほどね。これちょっと苦しいな。マブリンはお腹を膨れさせてくれるやつだな。エリカくんちょっと厄介だな。そう考えると大神にも攻撃しちゃうのか。あ、出た、マブリン。どうしよう、これ結構厳しい状況だな。敵にも囲まれてるし、横にも敵いるしな。エリカというな。エリカくん了解。あー、いいねー、この強力攻撃のボイス、これが聞きたかったんだよな。マブリンを攻撃。エリカくん了解。あー、もう何回でも聞ける。あのジェミニとかはさ、後から合流するじゃない。桜大戦5では第6話からの合流だから、ほとんど戦闘には参加しないんだよね。それに対してエリカはさ、第1話から合流するから、やっぱり3をプレイした大神隊長たちにとってはさ、エリカの声っていうのがね、一番なんだろう、心強いしね。ゲームの中で、ストーリーの中では、おっとっとっと、何を今私踏んだの、貫通弾の罠か。神の奇跡よ。あ、これいいね。いやエリカくんが先行してのセリフもやっぱいいな。よしよしよし、レベルアップ。エリカからね、心強い存在だもんな。本当に物語の中ではドジなキャラクターだけれども、本当にね、隊員としては心強いことこの上ないしな。ブランシェがそこそこ、あー、やっぱそうか、盾を弾いてくるんだな。アイテム、すぐこういうの装備しないとね。防具を外されるっていうのはやっぱこういう RPG では痛手だよな。あ、来た。かやまさん、いや、大神ダンジョンはいいな。無事だったんだな、かやまさん。とりあえず武器強化するよ。ダマスカスソードを強化して、できたぞ、大神ダマスカスソードプラス11だ。アディオース、また来てくれよな。だいぶ掘られてるな、このマップ見ると。お、エリカなんか起きたな。なんだなんだなんだ。あ、なるほど、マブリンの攻撃を受けるとスキル使用禁止みたいになることがあるのか。そうするともういろんなスキル、これ全部もしグレーになってるけど、必殺技も含めて何も使えなくなっちゃうんだな。そういうのもあんだね。へえ。じゃあ今後敵がそういう攻撃をしてくる可能性があるっていうのを頭に入れておかないといけないね。マップがもうぐっちゃぐちゃだね。うわ、おかげでちょっとどこが目的地なのかわかんねえもんな。あ、やっぱヘルフレームで持っていた弁当が焼けたとか出てくるな。これで機関の風刺とか焼けちゃうと厄介だもんな。だいぶがっつり道に迷ったな。もうこんぐらいマップ歩いてんですけど、ゴールが分かんないんですよね。 あったやっと階段見つけたよ。よかったね。よし、じゃあ進みましょうか。あ、ここ行こう。やっぱり国立国会なんだな。あー、いいね、この音楽ね。サーカスでね、会った時思い出すね。あ、一郎、それにエリカ。あ、国立国です。おーい、国立国、もしかしてこの用水路をまたいでるってことは国立国飛べる。一郎、無事だったんだね、よかった。すまない国立国、エリカくんがいつも迷惑かけてると思うんだ。心配かけさせてしまって。うん、イチローが無事でよかったよ。他の動画でも話してるけどね、一番最初、桜大戦シリーズ全部を通して一番最初にやったエンディングがね、コクリコなんですよ。本当にね、思い入れの深い隊員でね。いやー、よかったな。なんか、コクリコに会えて。シャノワールに行くんでしょ？僕も行く。いいよね？もちろんもちろん。
じゃあ今からそっちに。大丈夫だよ一郎。え、飛べるんだな。あ、やっぱ飛べるんだ、さすがだな。はい、お待たせ。こっくりこすごいです。水の上をジャンプするなんて、さすがはサーカスの軽業師、エリカ大感激です。へへへ、水路だけじゃないよ、箱や敵も飛び越えられるんだ。お、すごい万能だな。でも1マスだけだから、一郎がうまく指示してね。指示するんだこっちから。ああ、わかった、それじゃあ行こう。待ってください、大神さん、コクリコも合流しましたし。何するの？あ、そうだよ一郎、あれやろうよ。お、あれですね。そうだな。じゃあよし、パリ歌劇団出撃せよ。これ言わないとな。目標、シャノワールへの帰還。了解、エリカエンジン全開です。へへ、久しぶりだね。コクリコ行きます。いや、楽しそうだな、なんかね。ま、それはともかくレッツゴーです。おー、いいな、なんかこの3人が揃うととりあえずエリカの剣は安心だな。